はい、皆さんこんにちは。リナです。ダカです。エッキブログです。私たちは蓬莱泉に来てます。日本酒を作るっていうところの体験をね、今日やっていきたいと思います。はい、愛知県豊田市のここ山奥です。山奥、本当にちゃちゃん。まあ日本酒多分水とか大事になってくるのかな。そう、まあそれは今から山奥です。いろいろ勉強したいと思います。ではショップの中で受付します。かっこいいね、蓬莱泉。あの工場見学をやってる人は多分ここで説明されるんじゃない。すごいね、コロナ対策万全じゃん。今日は半日酒造り体験ということになりますけども、はい、私もこのセクシーなヘアネット、給食のおばさんみたいな。そう。いかがですか。向こうの工場に入ります。ベリー似合うね。めちゃめちゃ可愛いよ。ただ他の人みんな俺何を笑うことがある。何を笑うことがある。お願いします。初めてこう蒸し上がったお米を触って、え、結構硬いねっていう風だと思います。これ結構今日は固めに蒸し上げてます。ただし新潟のお酒が淡麗辛口って言って、もっと硬く蒸し上げます。まずは皆さんひねり餅これ作っていただいて、責任持ってこれ召し上がってください。はい、ちょっとなんか作ります。ええなんかもうなんかちゃんとな作り終わってないみたいな。ギュッとして手の甲でギュッと潰す。ギュッと。でもいい話。ギュッと。本当に給食のおばさんみたい。そうだよ。絶対コメントで来るよ。いかがですか？とても硬いおにぎりは。でこれ食べていいよって言われたから。味あるの？めちゃめちゃなんか硬いもちっとしてるご飯。めっちゃ美味しいよ。ちょっと硬いパスパスした白米さん、なんか五平餅みたい。あ、味噌つけたらうまい。はい、仕事してください。はい、ご飯を広げていくのかな。うん、広げていって冷ましていくんだって、わ、めっちゃ気持ちいいよ、あったかい。どうしようかいいって出てる。なんかあの広がるけど熱い熱い。めちゃめちゃ楽しい。ちゃんとやってますか。やってます。あの先生こうやってたよこれで。そう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 、素晴らしい。見てこのパラパラ感。そう、本当に硬い、あの硬い。指先めっちゃツルツルになったよ。ツルツルツル。本当だ、手のゴミが。やだー、やだ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 。はい、パート1終わりました。また勉強に入ります。日本酒の場合は少なくても 70%、30% ぐらい削ったものが通常、今日作っているのはまあ 55% ですから、それ以上に磨いてますねというところで、いっぱいサンプルが来たね。そう、だからあの米を磨くでしょ、食べる米も磨くって今日初めて聞いた。 10% ぐらい磨くんだけど、これ今日セミナーで学んだことをいろいろ。めちゃくちゃ勉強になるね。そう、そうで今日のステップはここだよ。これを今からやる。あの米をここに氷が入ってるやつ。なんでこれは氷の の漢字難しいよね。これ氷じゃないの。長いっていう字だよ。みんないなくなったよ。それは氷じゃないよ。後で氷の感じを教えてあげるね。なんか寒くなってきたよ。発酵室。うわ、めっちゃ日本酒の匂いする。めっちゃバナナの匂いする。うわ、バナナの匂いしない。すごい。昨日仕込んだからこの状態です。すごい。僕が1日仕込んだだけでさっきのあんな風になるんだ。めっちゃ早いじゃん。でもなんか俺あんまり日本酒好きじゃないんだけど、
いや多分タカは今までなんか安い日本酒しか飲んでないから。あ、そうかもしれないね。そう、なんか居酒屋とかで出てる安い飲み放題のやつは飲まない方がいい。なんかちゃんとした高い日本酒を飲んだらハマるかもしれないね。そうそうそう、そんな感じ。今日皆さんの仕込みをしていただくタンク、あれは200リッターに使うお米が60キロで、こちらは3000リッターですので、まあ、単純に言うと15倍ほどですので、1トンぐらいのお米を使って仕込みをします。1トンで、先ほどの部屋ですね、この粉、はい、香りを変えてもらうと良いか。すごい、はい、ちょっとそれでちょっとやめていただいて、いい香りですね。で、めちゃくちゃいい匂いをこれからもっと体感してもらうために、彼にはですね、ここの枠よりも中に顔を入れて、目いっぱい鼻で息吸って、はい、素晴らしいです。そのまま押そう、いって、思いっきりマジすっちゃかん、これは、いい反応、マジでこの涙出てくる、これこれ、誤って押しましたら、一息であの世に行く。すごい、これ、はい、じゃあ、私、ちょっとこれのいい匂いを書いてみます。なるほど、コーラのなんかめちゃめちゃ炭酸の強いやつをこう鼻に吸ったみたいな。涙出てきた。なんかもう鼻からコカコーラ飲んでるみたいな感じでしょ。やっぱ、うわ、寒っ、寒っ。ここが最後の絞りの部屋なんです。ここのこの乳白色のこの中にもろみが入ります。で、これを絞ってですね、この目を通ってきて垂れたものはお酒です。で、この目を通れなかった残ったものは酒ガスになりますので、これは酒ガスです。食べてみたい方は食べてみてください。食べる、食べる、いただきます。食べて感想、チーズみたいな。No, no, no, no. もち、もちもち感じゃない、もち味ある、味はある、うん、ある、ね、日本酒っぽい味、日本酒っぽい、薄いの味、美味しい、うまい。なんかちょっとだけ食べた、なんかまずいのかなと思ったけど、めっちゃ美味しい。あ、このラインごとにまとめるってこと？そうでしょ。はい、ドボン。すごい。ちょっと最初私が簡単に入れますんで。筋肉がつくと思うよ。重たそう。うん、そうそうそう。はい、諦め。今日は、止め仕込みですので、目標というか、まあ、5度ぐらいで仕込むという計算でやってますんで、ちょうどぴったり5度ですね。それではいいお酒ができるように、お酒の神様に、お祈りしたいと思いますので、それでは私についてお願いします。二礼二拍手、一礼でお願いします。はい、はい、というわけで体験が終わりました。もうなんかいろいろ日本酒について知ってたけど、実際にやるとなんかピンとくるね。すごいね。てか俺香りがすごい特徴的だったわ、うん、甘い香り、フルーツ、本当になんかバナナとリンゴとグレープを入れてるみたいな感じだった、ね、マジでフレッシュな香りがね、めちゃめちゃいい感じ。ここに来ないと味わえない香りだと思う。そう、ぜひ日本酒にね、興味がある方は豊田市にある蓬莱泉に来てみてください。で、この動画をここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録まだの人はチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。